エントリーナンバー562番、ユーコ&ヨング。ゆうこ&ヨームです。よろしくお願いします。漫才頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。実はですね、皆さんに重大な発表があるんですよ。何か発表するんですか？はい、実は今日はですね、私の主人のゆうこ様の何何？お誕生日なんですよ。よっ。そうだったっけ？はい、お誕生日おめでとうございます。わー、ありがとう。で、何歳になったんだっけ？1100歳ですね。わあ、そうなんだ。で、なんですけど、ゆうこ様は誕生日プレゼントはどんなのが欲しかったりするんですか？ああ、欲しいプレゼント？はい。まあ、いろいろあるけど、強いて言うならまあ、台所洗剤とか、はい。お風呂洗剤とか、はい。あと、柔軟剤？主婦ですか？違いますよ。あ、もう一個あった。はい。歯磨き粉。奥さん？主婦ですよ。こんなんじゃダメなの？違いますよ。誕生日プレゼントですから、なんか別のものがあるじゃないですか。その時しかもらえないものとか。ああ、まあ強いて言うなら現金？生々しいの。違いますよ。友達とかからもらえる心のこもった現金？違いますって。心のこもった現金って何ですか？だから友達とかからもらえるその手作りの現金？偽札。偽札いいよね。待ってください。ゆうこ様知らないみたいだから言っときますけど、偽札って捕まるんですよ。捕まるんだ。はい。私、冥界合わないな。どこでもそうですよ。そうか。そうですよ。何かないんですか？せっかくほら、まだあげてないですから、私、プレゼント。うん、もらってないね。ですよね。最近、ゆうこ様も忙しかったんで、何か買ってあげようと思って。欲しいものあるけど、これ言っても無理だから。いや、言ってください。絶対無理だって。私頑張りますよ。絶対無理だって。言ってくださいよ。だから何ですか？本当？はい。じゃあ今、私が一番欲しいのは、あなたの子供。無理です。無理。結局無理じゃん。期待させるだけ期待させといて。エッチしたらもう帰れかい。何の話です。誰ですか？結局そう。いっつもそう。違います。私もゆうこ様も女でしょ？なんや自分。体の構造上、ゆうこ様の子は産めないです。じゃあその辺の妖怪と子供作ってくればいいじゃん。嫌ですよ。で、生まれたらあげるんでしょ？嫌ですよ。いやいや、ほんとね。でも子供はほんとに欲しいんですよ。へぇ、そんなに欲しいんですか？でもやっぱ相手もいないから、だから最近考えたのはね。はい。人の子を取ってきて育てようかなと。誘拐ですよ。え？誘拐？誘拐。ゆうこさんも知らないようだから言いますけど、うん、誘拐って犯罪なんですよ。え？捕まりますよ。捕まんの？はい。やっぱ冥界合わないな。どこでもそうですよ、誘拐は。よし、限界に行こう。限界はそうですよ。マリさんをやっつけよう。なんでですか？なんでやっつけちゃうんですか？でも私子供が欲しくて、はい。夢があんの。うん。でっかい夢が。どんな夢ですか？私ね、大家族作りたい。あ、よく見解のテレビでやってますよね。よくあるでしょ？うん。あんなの作りたい。うん、うん。考えてるんですよ、ちょっと。はい。私がいて、うん。旦那さんがいて、うん、うん。おじいちゃんおばあちゃんが、9人ずつ。多いな。老人ホーム？これやりたいなと思って。血繋がってないですよね、これ。繋がってない、繋がってない。どんな家族ですか？でもその代わりすごいよ。おじいちゃんおばあちゃん全員寝たきり。楽しくない。介護できるんですか？介護は一切しない。やりましょうよ、ちゃんと。たまにどっかに連れてって、おじいちゃん、元気？冷たい。死んだの？最悪ですよ、もう。よし、このまま埋めよう。ダメですよ、それ。死体駅。でも本当に子供が欲しい。子供欲しいんですか？うん、欲しい。大家族？20人くらい。特番とか出たい。見解のテレビでよくやってますけど。東方20人大家族。西行寺一家年末の大騒ぎだスペシャルみたいなね。全然面白くないです。いや、面白いって聞いて。はい。まず私がいるでしょ？西行寺優子、1500歳。ああ、もう400年経ってるんですね。そう、1500歳。見解の雑貨屋でパートしてます。幽霊管理を辞めたんですか？1101歳で辞めました。来年ですよ。1500歳でパートね。はい。で、旦那の霊之助。これ55歳。若っ。相手は人間？これ鍛冶屋をしてます。はいはいはい。で、次、少女小読み、24歳。名前も決めてんだ。これ、元不良。ありますね、そういう設定。20歳で結婚したけど、22で戻ってきた。バツイチ。で、兄弟から恐れられる、怖いお姉ちゃん。うんうん。で、次、長男、謙信。うん。これがね、魔法大学、西行寺家初の大学生。頭いいんだね。大学では常にクラストップ。みんなから尊敬されるお兄ちゃん。はいはい。で、次女、優子。はい。これがまたすごい。
17歳。うん。17歳ながらね、家の手伝いとかね、手伝い噛んだ。手伝いとかするんですよ。ものすごく家庭的ないい子。はいはい。で、次男、秀和、16歳。秀和ね、定時制妖怪学院に通う傍ら。ちょっとちょっとちょっと。何？ゆうこ様、18人全部言うつもりですか？それ。もちろん。なんでですか？楽しくないですよ。え？なんで？長いです。そんなゆうこ様の夢の話なんて全然つまんないですよ。ほんと？じゃあ、あと10人は？多いですって。じゃあ、下の4人だけ聞いてくれる？じゃあいいですよ。すみませんね、皆さん。じゃあ、下から4番目の子。名前ゆうこ。かぶってんじゃん。いましたよ、ゆうこ。いた？次女にいましたよ。いたっけ？いましたよ。じゃあ、ゆうこ2。続編？ダメ？ゆうこ2ってないでしょ。じゃあ、ゆうこ2、かえずか。シリーズもの？ゆうこ2、かえずか。かえずかって。この子はすごいボーイッシュな子なんですけど、すごい気の強い。気の強い。気の弱い子。どっち？で、次、下から3番目の子。男の子、構造。構造くん。これはもうすごいよ。生まれた時の体重がなんと4000g。わ、おっきいそれ。そして、すくすく成長して、現在の体重はなんと。どれくらいになったんですか？ 3500g。減ってます。ガンガン成長してます。成長してない。何食べたらそうなるんですか？下から2番目の子、リン。リンちゃんね。5歳。ちょっとおませな女の子。5歳にしてなんと。はいはい。二人の子供のお母さん。そんなバカな。すごいこれ。めちゃくちゃですよ。将来の夢、大家族作ることなんてね。作れますよ。いくつで産んだんですか？一番下の子。これすごいよ。さゆき。さゆきちゃん。2歳。兄弟の中で一番可愛い子。まあ一番下ですからね。一番大切に可愛がってる子。なるほどね。でもちょっとだけ気になることが。何が気になるんですか？明らかに顔がキツネ。気にしてくださいもっと。でも気になって旦那に聞いたら。はい。気のせいだろ。どんな言い訳ですそれ。だからビシッと言ってやったよ。言ってください言ってくださいそれは。だよね。バカだよ。バカだ。ゆうこ様。こんな家族作りたい。ダメですよそんなの。こんな家族が欲しい。だからようもお願い。はい。私の誕生日プレゼントはそういう家族をください。無理です。一撃してください。どうもありがとうございます。